はい、本日はフラグ回避、3回目やっていきますよ。さあ、キョンラマルシ君、どんなハラハラが起こるかな。まずは季節感完璧、波乗りマルシ君。こっちには作業中のお兄さん。ペンキ塗って、休憩中の模様。なんかボード、みたいのゲットしたか。お兄さんには使えないので、マルシ君にあげたら。普通に沈みました、すまんマルシ君。まあ店の上にあった飾りだからね、これ。お、ペンキ発見。お兄さんの仕事、終わらせるぜ。するとお兄さんが帰っていったので、はい、今度は正解のアイテム、ゲット。さあどうだ、ナルシ君。乗り方、リラックしますが、これがナルシ君。はい、無事に浜辺に。はい、もう次行って大丈夫よ、謎にちょい長めのここ。お次は、いや、まさかのパロディーだー。金曜ロードショータイムリー。クローマルギア様、なかなか攻めてきました。少年も、そりゃ困惑です。このアイテム取ったら、そりゃ、落ちるわな、やっぱ。てか、これはどんな正解ある。逆に、さあさあ、この下には。親方、なんか寝ております。あ、動いた。ここにナルシ君落下で助かるも、別の意味で助かりませんでした。さあ、正解を求めて3度目の正直。お、後ろの納屋開いた。なるほど、ニワトリちゃんで親方を起こすんだな。さあ、親方起床からの。あれ、さっきの失敗的にこの誰もいなくなったゲットをセットしてクリアかと思ったが動かせない。シーツゲットしたが、正解は一体。全然使えないので、表面をタッチしたら。さすがに一人じゃ厳しかったようです、背骨大丈夫？でもこれでひらめいたぞ、一人でダメだったならば。はい、シーツの使い道、どうでした。ナルシ君、ようやく無事に着地。お次はまさかまさかの、ナルシ君人形。そして上には釣りするお姉さん。アミ、ゲッチュ。これは、どこで使うのかしら。で、貝殻ついタップしちゃったら。予想通りすぎた展開、すまんナルシ君。おし、今度はおそらく正解なお魚を張りに。返上されたんだが、女の子なぜ。どうやら一匹じゃ物足りなかったようで、網を持たせて大量にお魚入れてあげたら。重すぎて女の子、鏡落としちゃった。そして自分の顔にてうっとりクリアって、どんな最後だし。これでやっとマーメイドナルシ君とお別れできます。お次、ナルシ君重い病に。落としちゃった、これって。そりゃアウトでございますよね。お次はお医者さんを呼ぶも、注射が出てきちゃって。ナルシ君、注射が嫌いだったようで。ティン、さあ今度はもう一人呼んだら。看護婦さん登場からの、なん
か、深刻そうなレントゲン。これ、どうやったらナルシ君も着こまずに切り抜けられるし。デカルテの後ろ見たら、ガラガマにして仕方ないだけやないけー。何そだろお前。はい、トイレで思いっきり出して問題解決ですってか、うちで解決しろよこれぐらいよ。なんか館長とかもらったのかな。それじゃあ切り替えてお次ね。大量アクセサリーナルシ君。その後ろに強盗さんがバイク乗ってたので、ゴミ箱倒しバナナの皮、これはあっさり正解ぜ。どうだ、脅迫の一発目速攻クリアだよな。はい、あっさりクリア。さすがに失敗パターンも見たいのでもう一回。サビになったらプレイヤー怒られた。安心、声を仕掛け、素晴らしいっすな。それがお次、今日ラスト。まさかの白雪姫なるしくん。鏡よ鏡よ鏡さん、この世で一番美しいイケメンは誰かしら。それはもちろん、王子様でございました。なるしくん、メンタル崩壊です。これはあの王子様、どうにかするしかねえ。やっぱ作っちゃうのか、毒リンゴ。さあさあ肝心のリンゴの方は。くそ、カビ付きの場所が。これ最初の場所とここ以外もあるか。やはり、お外行けました。リンゴゲット、小人さん食べる。あれ、特に何も起こらず。ふふふ、それじゃあ毒リンゴにして王子様を。さあさあどうなるかしら。まさかのあげちゃったよ、マジかよ。小人さん爆睡、睡眠リンゴだったようです。そして鍵、ナルシ君持ってた。これでもう一個のレシピ、黄金リンゴを制作。これを王子様に渡したら、何が起こるかな。今度は食べてんの。歯が欠けちゃった結果。ナルシ君に見返りがちーな第3回クラブ開始でした。それじゃあまた次回お楽しみに。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき誠にありがとうございます。もしよろしかったら動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。